さん、三津弘さんかな、お願いします。大阪説教、何これ、なんて読む、説教市場わかんない、わかんない。焼き芋なら大丈夫、焼き芋好きですよ。糖質高いけど食物繊維が多いんやったっけ。逆に昨日ちょっと遅くなってて悲しかったんだけど、どうする。あ、私、遅くなってないよ、太った。でも昨日から痩せた、昨日頑張ったから。なんかスタバにシロップ4個とか、4個、4個入れてない、あれじゃない、フラペチーノは入れてないよ多分。コーヒー系は入れるんやね。フラペチーノは普通に飲んどる。こんばんは。さすがに真似したくても無理。確かに大人っぽいもんね、ティガーさんも。割と甘いほうじ茶ラテ頼んだのは内緒。え、甘い、え、なんかほうじ茶をさ、ほうじ茶をスタバとかも言う、なんかほうじ茶なんちゃらみたいなしてたんですけど、ほうじ茶を甘いのってむーって感じ。ほうじ茶はほうじ茶やんって感じでね。ほうじ茶系飲めんのよな、気持ちいいし。あ、なんとかこの前あれっけ、炊飯器買ったやつだっけ。ストライクゾーン0から5歳です。中、説教中って何。厨房、あー厨房知ってる。こんばんは。腰痛めた。あら、ホータンさんもね、腰痛めたって言ってた。高校卒業、卒業してるのかな多分。まだ証書は届いてない、卒業証書。ギブインファイブが手に流れているな。あら、いいね。なんかね、薬局ってね、AKB さんの曲めっちゃ流れてるイメージ。こんばんは。絶対細くなったね。わかんないけど、細くなってないよ。30秒。かわいい。ほうじ茶ラテ、おいしもんと？今日はレディースデイ。こんばんは。ほうじ茶ラテあったら真っ先に選んじゃう。キャラメルラテだよ。ほうじ茶そのままがいい。ほうじ茶ラテ飲んだことないかね、挑戦できんのよね。こんばんは。優秀スタッフ賞の景品だよ。ドラの関係ないと。なんだ、もう誘拐人。いや、それ空の学校はね、ないんよ、卒業式特殊やからね。ほうじ茶ラテね、飲んだことない。なんか飲みたいけど、結局私もキャラメルなんだよね。キャラメルになっちゃう。ドーナツ、あー、ブラックコーヒー買ってニューヨークのボールがいい。いいね。え、なんかね、コーヒーを朝なんか飲んだりとか、そのコーヒーのカップを持って出勤する人バリ絶対おしゃれやと思う。宇宙王さん、ダイダイさん、ロポリンさん、お願いします。最近ね、おしゃれな人の Vlog を見るのが好きなんですけど、朝こう豆からこうなんかコーヒーとか作ったり、カップに入れてそれを持って仕事場行ったりとか、お仕事の休憩にスタバ行ってカフェ飲んでそれをもうお持ち帰りしたりみたいな人の Vlog 見てると、そういう感じが頭の中に。おしゃれマン、おしゃれマン。ちょっと気になったので、机をふきふき。じゃあ次回キャラメルラテ頼みます。ラテしか飲みません。本当に甘いよ多分キャラメルラテ。そういうふうに初めて怒っちゃったよ。足もだけど、なんでそんな感じになって。いや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 、お腹出てたんですよ昨日は。シングさん、クッキーありがとう。こんばんは。普通のキャラメルは、普通のキャラメル、そんな別に。でも北海道のキャラメルは別だったわ。ホームからタリーズが見えているから、タリーズイコール空が出てくる。タリーズ、ピザポンさんありがとう。クッキー、
さに豆引いてる時間ない。え、てかめっちゃ早いよ、その人の起きるの6時半とかなんよ。そんなことしてる暇はない。あ、そう、寝たい。まあ確かにね、みちさんとやたら、いや、やたらとやたら、いいな、最前の席すんごいね。私も毎朝コーヒー飲んでます。おしゃれですか。どうなんですかね。でもお家おしゃれそうやったのね。めっちゃいい感じやったよ。スタバ3時間ぐらい帰ってこないのとか思います。仕事中にスタバ3時間すごいね。課長って偉いよね。35秒から申し上げたことある。すごいね、大学の時すごいじゃん、優秀賞。こんばんは、僕らのクワタ。朝は日本茶派。日本茶、日本茶もいいよね。苦い、苦そう。コーヒー豆引く時間なんてない。そもそも機械がいいね。そうよね。お兄ちゃんね、なんかね、豆引くやつなんか持ってた。結構ガチ系の。なんかお兄ちゃん目覚、なんかおしゃれに目覚めたんか知らんけど、古着とか、なんか靴とかめっちゃ集めたりしてるし、すごい。ひなたボックスの忘れ通信、先月の配信見た次の日のパターン、いいね。コーヒー片手。よろどもさん、まっちゃんさん、むーやんさん、お願いします。今日から1回だけタリーズのホットのやつ空っぽで持ち歩いておしゃれさになっています。空のやつか。うわ、そういう人がおるんかな、もしかしたら。中には中にはおるんかな。トイレットアーチしたオフィス街はそこにかけて歩くわし、おしゃれですか。おしゃれですね。あなたはおしゃれ、おしゃれマンです。きっとお家もおしゃれでしょう。口並べ強すぎて1位になれない。私がですか。マリカクさん、クッキーありがとう。やけなブラックコーヒー。ブラック飲める人大人。でもソラもあと10年ぐらいしたらブラック飲めるのかな。ブラックはニャーってなる。ギャ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 。こんばんは、しながらだけど、ね、あのそれはね、わかりさんはすごいので、つけからお小生つけてあげてほしい。生誕祭なんだから推しの人前に来る。いや、それはそう、ないんだ、お小生。生誕祭で舞いすぎてもちょっと、あー確かにね。E プラスか。すごい。お父さんが喫茶店やった。僕行くと紅茶が出てくる。紅茶苦手なんですよね。紅茶飲めるようになりたい。生誕祭は緊張したので後ろで声出ししたい。声出しね、声出しね。本当に。こんばんは。サイダーさん、ハートありがとう。普通のインテリア、絶対シンプルでいい感じにね、まとまってそう。カップ持って歩いてる3倍に辛いわね。偏見がおもろいな。ほんまにそうか、ちょっと検証してみたいね。そのカップ見せてもらってもいいですかって言って検証する。みんなタンブラーだけ持ち歩いて飲んでるふりしてる。それだったらほんまにおもろい。3割空っぽで1人で部屋で声出しちゃった。3割か、おもろい。おしゃれさん、リビング、リビングね。お話かない、聞き新聞かな、見ながらコーヒー飲む。おしゃれ。動物の森、こんばんは。神戸のコンサート行きます。最前線どうなるのか。何したらレスいただけますか。赤緑のペンライトを振ってくださると確実にレスはもらえると思います。でもあれか、最前シートって奈々さんのファンの方かな。続きまして0秒からやります。街中で検証。そう、部屋が一つじゃない。20年の金持ちの分類だ。確かに。パフェのお供でブラック。でもね、パフェは甘いからね、ちょっと苦めのものでもいけそう。初ライブ、おお。飲み終わったら空だから飲みね。そういうこと。私はね、買ってお家で飲む人だからね、絶対街中でそういう検証あってもね、入ってますね。ブラックコーヒー、あ確かにね、美味しい豆なら。ケンケンさん、クリーミーさん、ゲンちゃんさん、お願いします。欲しいなる。今日はおしま試験どこに使おうって話をクワトロでしてたよ。あら、おしま試験買ってるんですか。ブラックコーヒー苦手なんだけど、打ち合わせとか
仕方なく飲まなきゃいけなかったりさ。あー確かにね。パセが今日超えられたブラックコーヒー飲んだ。あらおいっとな。背景はダイニング、お酒後ろに飾っとるよね。でもさっき飲み干したんでして言い訳する。確かにご予約の前に聞いたら10割空っぽ説で、それはそうすぎる。逆に残っとったらもうピーや。こんばんは20代。お話し会やってたね。この前お話し会ありがとう。オンライン私が10代でもあと2年後には20歳。炭酸をスートでもちゃうくらい時代になりました。どうなの炭酸が抜けないみたいな。赤みどりのペナントもありがとう。ブラックコーヒー飲みながらチョコ食べる、いいね。神戸を配信されて、お待ってます。配信最善、お家で叫んでてください。おおしま試験で行った子の選抜入りに貢献できるんかねっていう話になった。ストレートすぎだけど正直使い道迷いそう。なるんじゃないかな。カウントなんかカウントは入るんじゃない。あれかおしま試験ってあれか投票のやつか。違うか投票のやつ。明後日から帰る。空も帰りたい。関西マジ帰りたい。もうお正月に帰ったけどまた帰りたい。会社に給茶機ってあってるのか。無限にコーヒー入れてくるから買ったことない。あ確かにね、コーヒーね、お金払うんやったらね無料で飲めるやつ飲んだんで。おしゃれにミットンコーヒー飲んだら私もいいね。大丈夫でしたか本当で。あいちゃん9月の成人。確かに地元が一番。そう本当兵庫いいよ。兵庫帰りたい。ひなのしらちゃんと過ごしてたら2年後なんてさ、3日後なんて絶対嘘すぎる。続きまして20秒からします。20秒。こんばんは。今日はセトラブ更新したので見てください。ドリンクバーで何杯もコーヒー飲んじゃう。ドリンクバーって魅力的な名前よね本当に。ブラピーさん、バンジェラモンスターさん、ごへいもつさんお願いします。絶対にやめてって言われるのは分かってますか。昔の空を見て可愛いねってなってたの嫌ですね。もうそれは昔の空は嫌いです。明日は瀬戸宗、そうだよクエスチョンとの瀬戸宗。しかも明日は TSS さんでね、剣道のやつ。もう私は1週間前から予約してます。みんな広島に住んでる方はね新広島さんで見れるので、見れるのでぜひ。何年前までの写真が嫌？2020年ぐらいはいい。2019年、あー微妙いな。2019年の夏ぐらいからはいい。まだマシなんです。2018は無理や。2019も嫌かも。2020からがいい。こんばんは。空ちゃんの喧嘩？喧嘩？空と喧嘩するんですか？昇格、あ昇格後ぐらいがいい。昇格後ぐらいがいい。あの具合がいいわ。よく分かったんだよ、グーがあるったから。今の子に自信があることねなんておもろ。そんなこと言ってません自分の顔し、あの苦手なんですよ。好きじゃないので。でも昔よりは好きですよ、もちろん。自信は、自信があったら本当、自信があったらもっと幸せに生きていける。自分の顔に自信があったら。何ヶ月ってのよっぽど暇なのかな多分違うんよ。幼少
っちゃい頃の配信をしてほしいんよ。どうやってするんだろうね。研究者時代のドラさん5人の缶バッジが出てきます。やだ昔の空も好きだし細くなったと思ってるんです。喧嘩です。喧嘩頑張って勝ちます。2020年春ごまの空ちゃんめちゃめちゃ美人。そう、あのね、コロナ禍になってこうお家でねいる期間が増えた時、めっちゃなんか細いし、まあ、今より全然細いし、なんかメイクもいい感じだし、まつげギャンギャンやし、なんかよい。スーハの剣道見てみたい。そうね、そうも剣道するとこ見てほしい。あれで見れます、セトラブで。続きまして45秒。岸田の写真かなり前、うん、夏、去年の夏とかに撮影したかな。瀬戸セブン初期の写真、初期の写真、あ、ダメです。なんか謎に、ま、なんか涙袋が超白かった。ようわからん、あれお宝発見。やだ。プロフィールが名前と友達の声も入りながらやってます。昔のソラハも好きなので嫌いって言われてるしようってなるよ。昔のソラハは嫌いっていうか、今のソラハよりも好きではない。今のソラハのが好き。でもこの顔に満足してないので、ちょっとだから顔を痩せたい。顔を痩せたら多分目がもっと大きく見える。今ちっちゃいから。緑だけ緑なさん、ハトポッポーさんが、キーコさんお願いします。前髪重いから、前髪重いの重いよね。謎に触覚作った時期がね、細い時にあるんですよ。ソラちゃんの名刺、うわやば、名刺はやばい。もういっちゃん初めのアーシャやん。去年かな、去年のアーシャが一番好き。私真正面で前耳隠してなくて、あの僕恋の初めの1曲目の衣装で、なんかね、色味は濃いめだけど顔ちっちゃく見えた。そう聞いて、今昔のメール見たけど可愛いよ。うん、みんなだけだよ可愛いって言ってくれるの。僕でどうですか、サナちゃん可愛いですね。予想変換で幼少配信になってると思います。あ面白い。もうそれはもうえらい変換やね。2018年のサナ可愛いな、まあまあまあ、なんか自信持ってて。2018年はめっちゃブサイク。サナのイメージ、前髪パッツンのイメージ、ああ前髪パッツンありましたね。そう、なんかあの時は前髪パッツンが好きだってなってた。でも一時期前髪、去年の夏ぐらいは流してました。あの大好きな先輩トロブユリさんに、前髪流したらいいんじゃないって言われてから、そう頑張って伸ばして、なんか流してましたね一時期。 JC ソラハは好きだけど、じゃあもう今のソラは好きじゃないですか。歌った動画がありますね私。昔は今の自信がある。ストレートに行ってトークはショートライブ、それさ、そうゆりさんがね、去年の3月のあのコッコさん卒業公演に来てて、で次の日がその次の日にあのお会いして、そうなんかいろいろ相談した時に、なんか変えてみたらってことで、なんか前髪伸ばしていたらって言われて、そうがやつかな。4位、いいね。じゃあ新しくなったマイマイマンマイさんに会えるのね。続きまして27分。 Do you know JKT? Yes! 知ってますかってことで、これ髪型気になる。それなの、それなの。チラ27分から。毎日可愛いって褒める人いるのに自信ないって言っても自信に変えます。みんなに可愛いって言ってもらえなかったら、もっとみんなに可愛いって言ってもらえるように可愛くなりたい。メッシュいい、すごいおしゃれだね。おしめにメガネがいいよって言われてコンタクトぶん投げて俺が通りました。それはじゃあ私がじゃあコンタクトがいいよって言ったらどうなるんだろう。さすがに推しに負ける。Do you know じゃない Do you know じゃない。こんばんは。じゃ
は言わずに我慢した方がいい。え、みんなに可愛いって言われなかった。え、でも可愛い、いや我慢しないで言ったし。ゆうどくしていくは精神のさわがちゃん魅力的ない。優しい、こんばんは。メガネぶん投げました。おもろいね。じゃあコンタクトがいいです。次のお話し会が楽しみですね。スラが可愛いのは外見だけでなく内面もで嬉しい。じゃあもっと内面も磨かないとだ。こんばんは。いつも可愛いよ。言われたことないんだけど。はてな、残念ながら可愛いよ。で最近さ、文のさ言葉の始めに残念ながらでつけるのしかまってるでしょ。こんばんは。わかにゃんさん可愛い、ありがとう。のむのむさん、ひろころりんさん、のっぷりんさん、お願いします。こんばんは。おたくに暗髪がいいと言われ、アイドルさんに茶髪がいいと言われ、髪の毛半々にするか迷った人に茶髪がいい。そらは、うん、茶髪っていうか茶髪と黒の間のちょい茶髪よりがいい。そんなことねえし。お話し会メガネ違う。ね、お話し会メガネかけてないよね。今じゃ、そう、昨日ね、あったよ。最近ニキビちゃんができてる、悲しい。キャッ、帰ってきた。お疲れー。自分自身は暗がいいのに他人は茶髪、おもろい。帰って、お疲れ様。来年にお二十歳だよ。今年の誕生日で19、来年の誕生日で20。二十歳。続きまして30秒、また出ていく。なんでやねん。なんかあるんですか。バイト、バスケ。皆さんをオンラインお話し会の決算のよろしくお願いします。公園で過ごせるみたいなラジオ体操はしないの。そうですね、しないですね。セットセブンはラジオ体操。マイカーの1個目、マイカーの新、あの旧マイカーは何だっけ、寸劇。今現マイカーは何もないです。ブリソレ送りつけていいですか。アナプスケさんの今日なんか振り袖着てる人多かったんだけど、なんかキャラメルラテ買いに行ったら振り袖の女性がいっぱいいた。なんか20歳以上しか押せないから早く成人してください。なんで、なんで20歳以上しか押せない、なんで。あ、卒業、そういうことか。バルボーさん、うちわさん、はとぽぽさん、お願いします。推しの顔をちゃんと見たいから特殊用にこのなんかメガネ持ってた人いた。振り袖じゃない、確かに袴だったわ。上下で色違うかったもん。今日安田女子大学が卒業式。あ、そうなんだ。だからか。ラジオ体操好きだった。岐阜でラジオ体操を初めて見ました。何のラジオ体操だ？こんばんは。大学の卒業か。袴でした。赤色とかの。上が柄で下が無地でした。絶対に振り袖着ないね。なんで？いくつになっても魅力だけれども嬉しい、優しいね。 STU 体操卒業。大阪帽子かぶってメガネかけて変装してます。変装したら分かんなくなっちゃうよ。あ、振り袖って女の子なの。振り袖って二十歳に着るものだと思ってた。二十歳になったら着る、あの成人式に着ていくやつが振り袖だと思ってた。
男性は普通にあのスーツっていう。続きまして15秒あれが可愛すぎたから、いやいやいや可愛い、まあ確かに可愛いね。どっちかっていうとね、デレデレするから。2個の、へえそうなんだ。あ、七五三に持つ飴でしょそれ絶対。センセン、センサイ飴、センサイ飴。空花大京テーマに一言たっていつだけウッド製曲をしてます。嬉しい。千歳、あ、千千歳、あ、千歳空港。あきむさん、うちろうさん、もっちゃんとお願いします。千歳だ。負けた時の星になれる男が私もの前。千歳空港ってあったね確か、それと一緒だ。あきむさん、うちろうさん、もっちゃんさんお願いします。リプ嬉しい、ありがとう。リプ読んでます。いいねもリプもありがとう。連続対戦、ツッコミ嵐がすごい。みんな空をバカにしよる。いや、褒め、あの賢くなってほしいか教えてくれてる。理系じゃない。ソラハのことはバカだと思ってる人多そう。確かに。まあいいけどね、バカって思ってても、まあ好きでいてくれるならばいい。ソラのことを好きじゃないのにバカにしてくるのはもうはえってなる。こんばんは。中国関西人。マイナス13度寒。こんばんは。今ちょっとツイートをチラチラ見てるんだよね。みんなサンキュー、ありがとう、ありがとうってみんなツイートしてる。ありがとうだ。ソラハのことバカなんて思ってないがね、一番思っとるやないか。先生のなんかその先生のテレビみたいに、うん。そうだよ、千歳って言ったら分かんないもん、ひらがなだったら。天才はめったした方がいい。勉強の伸びしろが多いんだ。スーパーポジティブに生きてこう。続きまして15秒。バカにしてるといじってるは全然違うからね、気をつけた方がいいよ本当に。言葉のなんて言うんだろうね、選び方、チョイスで人って捉え方で変わるからね、気をつけた方がいいよ。空も気をつけるけど、みんなも気をつけた方がいいよ。一文字とかでね変わることってよくあるからね、気をつけた方がいいよ。ゆずふくさん、吸血鬼さん、そっちんぷりさん、お願いします。気が入らなくたくさん、そうですね、私もたまに送るからねコメントで。
ん？って思うコメントがある。多分ね、顔とか言葉の声のトーンとかに出てると思う。じゃあこれで食べなきゃ。必死にかな、手拍子が思ってきて。手拍子してる人多かったもん。嬉しい。寝る前に返信しようと思ったら10時でさ、30になっちゃう。 30? よかった。0時過ぎたら携帯が使えなくなっちゃうかね。気をつける。キマピーさんは大丈夫だよ。ソラハと同じぐらい変わった態度に出るから好き。そう、本当に態度とかに出ちゃうんですよ、よくない。でも態度に出てしまったりしたらもうなんか後から後悔するから、後から後悔したらちゃんと謝る。ハートありがとう。辛いそうに後から謝ります。ちゃんとごめんなさいって、さっきは態度悪くしてごめんなさいって謝る。もやもやした状態でそのままずる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 生活していくのが無理だから。まこにゃんさん尊い、ありがとう。新規軍事軍事かなりストレス溜まる。ストレスを解散ストレス発散しないと。食べたり動いたりとかして。ソラハが態度に出てるときは爆笑してるけど、基本あ怒ったって。私の前の人はいつも手拍子でうるさく感じてないか心配してます。でも手拍子してくれてるリズムに乗ってるのかなと思って嬉しい。しては手拍子あまりしない文化なのかなと思う。なんかチラホラって感じよね、チラホラ。お父さんありがとう。キャンディもっと喜怒哀楽を表に出していいんですよ。何を出してないですか私。喜怒哀楽、愛ぐらい、愛が出してないかな。逆に私怒ってるソラハ見たらそれをどう笑いに変えるかしか考えてない。いい人やん。ソラハ好きなこと。お、また待って。この前はオンライン久しぶりに話せたから嬉しかった。続きまして40秒。ペンライト、でもペンライトの方が嬉しいな。確かにね、ペンライト持って手拍子。そして手拍子くない。ペンライトのが空的には嬉しい。ストレス発散。あ、剣道の稽古？それぞれの関係ありがとう。最近手拍子多め。でもでペンライト嬉しい。超ビキュアなんだし、ペンライト持ったらね、ペンライト持つのブームだから。おしずい、ペンライト多い、確かに。あ、確かにそっか。ペンライト持ってたら手叩けない。あ、そうだね、手叩いてる人ペンライト持ってなかった。ペンライト優しいから手拍子する。確かにそうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。ペンライト、わからない言う人がいたら、わかる側が、あの丁寧に抑えがやるよりいいか。言いたいことグッとこらえて。手拍子かペンライトか、うちはペンライトが一番嬉しい。でうちは手拍子。僕の存在がそれはカラーってところを狙うか、ペンライトなくてもやってきそうです。昨日はね近かったからわかった。ペンラめっちゃ古い、ありがとう。遠かったりしたらペンライトとかのがいいかもね。ペンラ帽子でペンライト代わりになって、確かに服の袖にペンライト固定するって服の袖にペンライトは面白いんやけど、これでそれこれでペンライト持ってなかったから手拍子だったもん。確かに関節体に、あ、関節っていうんだ。スケブ派、あ、確かにスケブ、スケッチブック多いね。前で手拍子してた腕時計みたいなペンライト使ってる人、使ってた。こんばんは。もうおでこに鉢巻きでペンライト刺して手使う。
おもろいんだけど。それは癖強くて面白いね。鬼みたいになるやん。鬼やな。それは鬼殺隊が飛んでくるけど大丈夫そう。いないときはね、スラハちゃんいないときはペンライト赤緑のままでいいのか悩みました。お金とね変えたんですか。まあその時ユニットはね変えた方がいいかもだけど、うちは娘が作ってくれる。おお嬉しい。子供ちゃん作。ハルネスさん、竹内健介さん、ケンケンさんお願いします。基本的に遠いから無理だった。ああね、過去に公演が入った時は片手にペンライト持ってメンバーみたいに腕叩いて拍手。ああこんばんは。席構えだったら手拍子多めに。うんうんうん、わかるからね。首切られる背高い人に光る帽子を作ればいいのかな面白い。光る帽子。こんばんは。サラハがいないユニットでも赤緑だけど、下手だったら泣く泣く緑緑にしてる。まあね、下手やたちは緑やからな。一度気を使った僕ね、船の時持ってきてくれたよね。舞ちゃんとソラハちゃんのを使ってます。嬉しい。ストラップ細長いやつか。嬉しさがソラハと違う。嬉しい。センスがいいのかな、楽しみ。握力はかなり使うので、ソラハがいない時は休憩タイムを受けます。あー確かにね、あれは握力使うわ。いっぱいだって使ってるの。何人からペンライトを覚えておきます。でもそれで釣られないようにね、絶対そのメンバーのペンライトカラーにしたらその子から絶対レス飛んでくるから。おー叩いたらいい音鳴るけど怖い怖い。見てください、妹が描いた、なんか妹が描いた絵をお母さんからさっき送られてきて、ソラハがカメラマンに撮られているとこを書いたらしいです。ちょっと待ってね、これ保存してやった方がいいね。最近ね、よく家族 LINE とかでね、なんか 何々の絵を描いてるみたいな感じで、なんかね、妹がすごいね、あの絵をなんだろう描いて LINE に送ってくるのに、あるよくあるんですけど、レス飛んできても釣られません。ネットの時はペンライトの色変えるでしょ。カメラマンに撮られている。そうカメラマンさんがいて、ソラハみたいな。ペンライトなかったら逆にいろんな子がレス飛んできて、あ、そうそう、あ、逆にね、あーそういうことか。釣ろう、釣りたいとか、なんか好きになってもらいたいっていう子が多いかもしれない。妹がよく描いてこれらしいです。カメラマンに撮られている私らしい。このカメラがちょっとこのなんかね、手持ちじゃない感じが昭和って送ったら、昭和感があるねみたいなって送ったら、なんだっけ、感想薄っぺらってきました感想が薄っぺらってきました。最近配信してるからねって送った。みろさん、ハートありがとう。美術家みろちゃんからレシピ来てるかもだけど、ソラハしか見とらんから無視してるなって若干心苦しい。ああ似とるもんね、ペンライト。レス飛んできても出られませんが、レス飛んできたら出られません。基準むずい絵がうまい、嬉しい。そう、うまくなっとる。そうなんよ、22歳の自分より。待って、どういうことや。そう、うまいよマジで。妹紙芝居みたいなの作りよるんよね。見せれんけど。すごいよ、うちの妹。留守来てるかもわからない。目八個欲しい。もうそれこそ鬼やな。こんばんは。成長を感じる。そうなんよ。マジで、さしてない、全然。元気かな。元気かしら。成長。こんばんは。喧嘩かけたら首づけられそう。天才で妹。
うちの妹は天才やからな。天才ないんですけど。でなんかね、最近私のツイッターにめっちゃさ、あの PR のやつでなんかをめっちゃ出てくるんだよね。PR のなんかダイエットに向いてるなんかダイエットのパンみたいなやつがめちゃくちゃ出てくるんだけども、ソラハちゃんが壁手になかった時仕方なかったやって。ベースブベーなんて名前なのこれ、ベースフードっていうやつのがマジでずっと出てくる。みんなはどういうのが PR 出てくるんですか。そういうのいいねしてる、いいねしてるのかな。私全然自分が載ってる写真とかしか、まあ、なんかそんなせんけどね。ダイエット系のあんまりツイートにいいねしてないんだけどな。なぜプロテインよく出てくる。ベースボール、野球か。閲覧履歴から、あら、そらはちゃんの方から普通ですね。毎回公演、工藤さんのレッスンには注意してます。なんでコレステロール多めな方に。一生ポメラニアン。アニメゲーム、こんばんは。うん、名前が似とるね、そら。STU48 ドラフト3期生の品野空葉です。高校3年生18歳表現士、空葉って言います。ナイキ、あーナイキ出てくる、ナイキ出てくる、ランダム。でもね、ここ3日4日めっちゃ多い。私が自炊で、なんか自炊してから太ったぐらいからめっちゃ出てきた。分かったのかな、気づかれたのかな、私が太ったっていうことが。ツイッターにも、あとは何が出てくる、え、私が何かしてるのかな。何もしてないよね。とおすすめ、何も、なんでないのね。私の頭とツイッターが連携してダイエット関連のものをすごい出てくる。ビスリーチ登録者とかリクナビやいろんな転職サイトが表示されるようになったことある。あ、でもなん か連携してるのかな。英語のやつ、そんな出てこんな、あんまり YouTube 同じ何代女性がか、あー何代女性はこれ、そういうことか。年齢入れとったっけな。趣味とかよく見てる内容からかな、そういうこと。転職欲出てくる？なんで？なんで転職欲出てくるんですか？そらは転職したくない。今のお仕事をずっと続けたい。転職？なんか転職ってどういうあれなんだろうね。転職はしたいけど広島から、確かに広島から離れちゃったね。会える機会をもっと減っちゃう。クッキー
そしたらあと広告編集見るの時間が転職ね。私もアイドルね、踊るの好きよね、きっと踊ってる、ずっと疲れちゃった。ずっと前姿勢でコメント見てたから腰がこうずっとこうしてたから腰がちょっと痛くなってしまった。ちょっともたれてかなれます。広島で就職時代、広島方面転職しようかな。そうだね、本当にね、東の方に行けないのが辛すぎる。まあ瀬戸内を拠点にして活動してるからそれは仕方ないんだけど、僕歌いますアイドルになりて、なれるよ。転職って自分の何さやろ、家になるけど健康にはなりました。健康になることが一番だね。健康じゃなかったらね、何もできないしね、心身ともに不安定だったりしたら。福岡に転職したい方も一緒ください一緒じゃなかった。これさあ、卒業したら転職するかな。だいぶ先になるかもしれんが、せやな、スラハが卒業するの先やわ。東に行きたい、夢の国に行きたい的な、それは違うね。広島での就職一瞬ガチで考えた。ご一報。セライソーニアさん、ありがとう。ペンライト。数時間前に自分が辞めた職場の人が辞めたいと思ってるって LINE 来た。そんな職場です。ちょっとあれだったのかな、うーんって感じたのかな。広島の食べ物美味しいし、公園行きやすいから好き。それはそう。去年一番行った場所が広島だったじゃん。おー嬉しい。 ST 受けちゃう無理だよ年齢はいけたとしても無理だよ。女性ならないとカープにドラフトしないですね。恋法みたいなもん。恋法初見ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の品野空葉です。高校3年生18歳兵庫県出身です。よろしくお願いします。ソラハが卒業したら俺と結婚するからやっぱ転職できんわ。へぇへぇ今日も次の職場探しに兵庫の会社を受けた。これのお仕事は、これじゃなかったっけ。お仕事関東にモチベ上げてきてください。もう関東行きたいんですよ、マジで。でも行けない。天然うなぎさん、レインボースターありがとう。さらちゃん仕事の話、何してるか知らない。これの銀行やったっけ、車やったっけね、どっちかやなかったっけ。カープが勝った時に好評ってツイートすると私からいいねが届きます。じゃあそれ好評ってツイートせんといいね。こんなんボケた後にスルーされるのが一番辛いよね。なんて答えればいい？なんて答えればいい？なんて答えてほしいんだ。あと3分。おお早い。マコニャさんお疲れありがとう。あと何分？あと3分。僕はそれので2位に確定です。優勝から福岡結婚ありという野球推し活が途中下車できるのが、ああ確かに。カープがかっこいほーこいほー、よくココアさんツイートしよるね。あ、ホームランってこと？じゃあ勝った時だけなのか。7ライブ配信終わりましたね。みなさんハート、バンジラモンスターさんベネカありがとう。それはそうだね、私と結婚するからねとか
そんなこと言えないですね。こんなね、ね、言えない。バリバリの日系です。銀行であります。あ、銀行じゃなかったか。ほらほーん、はぁ、高い。まだそうじゃないの。お、待ってます。コメント、書類のコメントとかめっちゃ見ようるけど、集まるまで話できる。壇上読んで読みます。13位、パイナミさん。12位、スーさん。11位、帝国さん。10位、ウィンディさん。9位、ドルボーさん。8位、エリックさん。7位、キノピーさん。6位、バンジャラモンスターさん。5位、ミロさん。4位、オリコンクさん。3位、天然うなぎさん。2位、釣り吉さん。そして1位、キャスさん。ありがとう。ブログ、メール、セトラブ、ツイート、ぜひ見てください。明日もまた夜とかにお会いしましょう。ハッシュタグそら通信でね、返信とか待ってる。もう何でもいいよ。今日叶えただよ。でもそれ、ハッシュタグそら通信の返信が多いと、あの、幸せになるポイントが高くなっていくので、よろしくお願いします。リップもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もほとんどなんか食べ物系の配信でしたが、ありがとうございます。いや、食べ物の話してないな。いろんな話したね。ありがとう。おやすみ。バイチャラ。もまたね。いい夢見てね。